皆さんはクネクネという生物をご存知だろうか。その生物は白いモヤのような姿をしていて、夏の田んぼや川にたびたび出現するらしい。視界に入る程度なら見ても構わないが、それが何であるかを理解してしまうと精神に異常をきたすと言われている。もしその存在を確認しても絶対に見てはいけません。あなたもおかしくなってしまうかもしれませんから。皆さんこんにちは。こんにちは。どんだけやる気ないねお前ら。はい、今日はこの田舎に来てますが、何の依頼をすると思いますか。はい、じゃあせーの。せーの。はい、なんだっけ。わかんない。寝てんじゃねえよ、おいおい。の、おう、よろしくお願いします。いや、まだ誰も来てねえよ。ああ、違うのか。はい、今日はこのど田舎な村で村人さんのお手伝いをしたいと思います。なんでこんなさ、元気なのこいつ。意外だからね。さあ、今日も頑張っていこう。嫌いだわ、こうやって張り切るの。張り切らないでよ。いや、いいじゃん、ボランティアだよ、ボランティア。頭に響く寝起きでその声。ボランティア頑張ろう。うるさい。うるさいな。耳元だな。やめろよ。いやー、この村ね、全然若い人いなくて、おじいちゃんばっかりなんだってさ。ねえ、田舎だからね、しょうがないね。今日はじじいとばばあの手伝いをするってこと？おじいちゃんとおばあちゃんね、言い方気をつけてね。じゃあみんなこちらからついてきてね。どんなじじいとばばあがいるんだろうね。どんなじじいとばばあっていうの？おじいちゃんとおばあちゃん。おじいちゃんとおばあちゃん、ね、ああ、こっち？いや違う違う違う、こっちこっちこっち。え、こっちじゃないの？ほらだってそっちもそうなんだけど、一旦さ、この依頼主はこっちにいるから。あ、こっち？ほら、あそこに1個家あるじゃん。わざわざこんな遠くまで来てやったんだからよ、なんかくれよな。いや、でもなんかおじいちゃんとかだったらさ、お茶とかお菓子とかくれるんじゃない？こんなものはいらない、お金だ。金はないよ、こんな村に。帰ろうとすんなよ。ああ、ごめんごめんごめん。何の依頼なの、こんな村まで来て。いや、だからさ、おじいちゃんとおばあちゃん手伝いだって。変な、手伝いって何？何手伝いするんだろうね。畑仕事とかじゃないの？あ、自分が入る墓と、墓を作ってくれみたいな。俺らに作らせるわけねえだろ。ああ、違うか。ついてきてる、ちゃんと。お、はーい。小屋みたいな感じなんだ。ついていってるよ。こんなところが家なのか。おなかしいとこにあんな。ほら、行くよ、早く。はい。あ、いたいたいた。こんにちは。何あれ？え？なんかすごい怖いか。あ、消えた。あれ？ちゃんと何してるの？お前、サンド、お前、おっせえな、早くしろよ。ねえ、あれ？今見てない？なんかさ、白いカカシみたいなのいたよ。いないよ。でもカカシぐらいいるだろ、うん、そのカカシは普通にいるんじゃないの、畑だし。どこにも見えねえし。え？ちょちょ、いたって今。まあ、あれじゃないの、寝すぎて幻覚でも見てんじゃないの。え、嘘、こっちの方にいたよ今。わかった、お前、そうやってまたサボるつもりだろ。え、違うって、今なんかいたって本当に。もういい、もうすぐそこに村人さんいるんだからさ、早く来いって。待たせてるからさ。えー、でも気になるよ。こんな緑とさ、青のこんな綺麗なところに白い怖いカカシ立ってんだよ、怖くない？ここにいるじゃん、白くて怖いやつ。白くて怖いぜ。ねえ、なんだ、ねえ、なんだと思う、さっきの。知らないよ、見てないんだもん。ねえねえねえ、気になるって。ほら、早く入って。いや、お邪魔しまーす。あ、ほらほらほら、ねえ、あそこほらほら。なんだよ、うるさいな。なんかいた、なんか燃えて、あれ、ん、燃えてって、ほら、いるって。燃えてって、いない、何が燃えてんだよ。え、今いたよ。だから、お前サボろうとすんなよ。ほら、いいから。うわぁ、うるさい、うるさい、うるさい、なったっていいって。おい、もうサボろうとしてる。おい、失神したふりやん。おいおい、早く行くよ。どこに行くんですか？いや、だからどこに行くんですかじゃん、気持ち悪いの。なんとも急に気持ち悪いな。そこの村に行くんだよ。村じゃねえや、家に参りましょう。何こいつ急に。参りましょう、行きましょう。早く何、気分転換にしたの？急に真面目キャラ。自然いっぱいですごく気持ちいいですね。うるさいな、どういう風の吹き回しだよ。こんにちは。おじいさん、こんにちは。ああ、君たちが、よろずやぶな子たちか。あ、そうです。はじめまして。いや、ありがとうございます。ああ、ちょっと今日はな、畑仕事とか、あとわしの肩もみとかな、いろいろちょっとやってもらうことあるからよろしく。肩もみもするの？そんな感じ。ちょっと疲れたからさ、この畑仕事。いや、畑もみがおらんから、なんでもしてくれるんだろう。
まあまあまあしますけど。おお、じゃあ頼む、それぐらい頼むわ。あ、その代わりうちの村のあの温泉使え。あ、いいですか。ああ、これいっぱいなんか休んでくれ、いろいろ終わったらな。頼むぞ、うん、ちゃんとおじいちゃんだな。はい、よろしくお願いします。お前さっきからそれ何なん、そのな、何キャラなん。何がですか。何がですか。何がですか。急に、急にやる気になるの何なの。元からすごいやる気ですよ。いや、そんなやる気キャラじゃないでしょ、あなた。僕はいつも通りすっごい、あ、僕真面目な子なんでゲームとか一切しないので大嫌いです。ゲームしかしてないよ。それはちょっと違うけどな。してません。え、なんか急に変わりすぎて怖いわ。何？そうだ、なんかおかしいね。じゃあサボっていいんですか。いやいや、でも僕サボるのは嫌いなので真面目にやらさせていただきます。よろしくお願いします。うるさいな、もういつもサボってんだからさ。何急にサボるの戸惑ってんだよ。僕はだとしたら、まあ皆さんの目にはそう映ってたのかもしれません。僕は今日から真面目にやらさせていただきます。よろしくお願いします。なんかもうやりづらいな。よろしくお願いします。うるさいよ、もうおじいちゃんの鼓膜破れちゃうから。おー、一番やる気あって素晴らしいの。いや、普段あのこいつ怖いキャラじゃないよ。はい、よろしくお願いします。あー、うるさい。もう早い、もうよろしくお願いします。うるさいな、お前ちゃんとやれよ、言ったからには。もちろん。はい、もう分かりました。はい、マジでめんどくせえこいつ。もう早く行くぞ。じゃ、とりあえず何からしたらいいですか。まずはあの畑をちょっと耕したりな。田んぼのあのちょっとあの雑草抜いたりとかしてくれたのが。あー、分かりました。 OK。 はい、よろしくお願いします。早速行ってまいります。はいはい、頑張ります、頑張ります。真面目だな。なんでこんな急にやる気になったの。別に金もらえないよ。お金、君たちお金のためにやってるんですか。ちゃんとがお金のためにやってます、いつも。はいはい、じゃねえよ、もうムカつくな。もう早く行けよお前。はい。何こいつ。ちょっと手を動かしてください。口を動かす前に。はいはい、取りますよ。うおー、頑張るぞー。いやー、うるさいな。声出してやるもんじゃねえんだよ。本村くん、やる気を出そう。俺以上にやる気あるやつ見るとなんか変な感じするわ。帰ったら漢字ドリル3冊買って全部やろうと思ってるから。何でお前高校生で漢字ドリルやってんだよ。基礎ができてないと応用ができないからね。頭悪いままなんだ。うお、すごい、もうこんなに取れてるよ、雑草が。いや、もう早くやって、早くやって、パパって。すごいね。頑張ってるから。よし。お、え、だいぶ取れてきたな。あ、なになに。うるさいな。大丈夫、サンド。おい、何してんだよ。なに、大丈夫。おい。サンド。なに。何、うにぇって。やる気出してやれよ。あ、何が？どうしたの？またキャラチェン？俺は天才なんだ。黙れよ。何こいつ？酔っ払ったジジイみたいになってるけど大丈夫？怖い怖い怖い。何？いや、フニーじゃなくて。俺さん、さんどこ行くの？やってよちゃんと。早くやって。うん、やるやるやる。どうしたのお前？いきなりやる気なくしちゃったじゃん。いやあんな、なんかちょっと元に戻ったような気もするけど。なん早くサンド、サンド、ここやって、早くやる気出してやって。サンドって誰だよ。おめえだよ。なんどうしたのお前、今日おかしいよ。あー、白いのがいたよ、またさっき。白いのって何なんすか、さっきのさ。真っ白で目が真っ黒で、ちょっとなんかね、赤いのがもあったな。ゼアルじゃないのそれ。真っ白で目が真っ黒だよ。うん、違うんだよね。何、怖いんだけど。さっきからとりあえず早くやって。もうそんな言ってないでいいからさ。もういいよ、その話後でおじいちゃんに聞くから。ほら、もう早くお前らもやって。もうこいつも使い物なんねえわ今日。はーい、やーさーさー。なんて急に沖縄なんだよ。あー、もう日暮れてきたよ。あー、もう大変だ。お前いつまで踊ってんだよ。ねえ、サンド。ほら、もうさっきの何でそうなの。よくわからん白いやつ聞きに行くから、俺行くよ。あ、それ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 。もうこいつ買い物なんだよ、最後まで。ほら行こう。何やあいつマジで。すいません。あ、終わったか。あ、終わりました。ああ、助かったわ。もう雑草が今年すごい生えてな。いや、もう絶対全部放置してたよね。やばかったけど。腰が痛って無理じゃん。いや、わかったけどね。ちょっと一個聞きたいことあるんですけど、いいですか。ああ、なんだ。
温泉の場所か。いや、温泉の場所じゃなくて、ああなんかさっきの緑のやつがずっとなんか白くて、黒くて赤いやつ見てなんかうわーってなってるんですけど、なんか知ってます？それってくねくねしとったか。いや、いや見てないよ。いや見てないんでわかんないんですけど、なんかでも目が黒くて、あ、そうそうそう、なんかでもあと一部赤くてみたいな。大変じゃ！なになになに、急に怖い怖い怖い、声が変わった。大変じゃぞそれ。きっとそれやくねくねや。くねくね、くねそのポーズそこにいる。そのポーズはそこで踊ってますよ。ほらずっと踊ってます。え、なんか原因があるってことですか？そのくねくねってやつを見たらな、人格が崩壊するんじゃ。人格が崩壊する？え、じゃあさっきのなんかよくわかんないさ、踊りとかも全部人格のせいだったの？変わっちゃったってこと？きっとそうじゃ。だからやる気あったりなくなったりしたってこと？人格が変わるだけじゃない。あと3日以内にくねくねを探し出して封印しないと、あいつは死ぬ。え？え？いや、え、嘘、え？ずっと踊り続けて死んじゃうの？人格が崩壊してるからな。飯も何も食わんし、何もできないんじゃ。じゃあもう制御不能ってこと？ああそうじゃ。どうすんの？え、何その封印のやつってどうやってやるんですか？ああ、でこの町に封印の札っていうのがある。あとあの封印の祠っていうのもあるんじゃ。なるほど。ただもう全員老人だから、あのお札がもうどこにあるかわからん。なんで？なんで？一個ぐらい覚えてないんですか？覚えてない。なんでだよ。一番重要なのに。あ、でも封印の方からならあるぞ。あ、そっちは場所わかるんですか？あ、分かれ道があっただろう。はい、ありました。あの町の方まっすぐ歩いたらすぐある。あ、なるほど。え、じゃあ札もそっちの方にあるってことですね。ある。そうだ。じゃあこっちじゃなくて町に行けってことですね。早く急がんとまたクネクネが現れてお前たちもおかしくなってしまうから。あ、わかりました。え、あいつどうすればいいですか？置いといた方がいいですか？連れてった方がいいですか？連れて行け。あ、連れてくんだ。行けるかな。おい、バカ。バカ。じゃなかった、サンド。踊り狂っとるな、こいつ。やばいやばいやばい。おい、行くぞ。おい。もういつまで喋っとんの、お前。行くぞ。俺ついてこい。無理やり。連れてけ、連れてけ。俺行くぞ。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。この辺だよな。すぐ先にあるっつったよな。おい、もうヒロヒロすんな、お前。行くぞ、ほら。誰かこいつ連れてって。オッケーオッケー、連れてくわ、もう。でもなんかさ、祠すぐ先にあるっつってたよね。今日何食べた？ちくわ。もううるさいな。国語辞典。遊びに行くな。もう黙れお前、うるさいな。あ、これじゃない、これじゃない。ほら。あ、それっぽい。めっちゃそれっぽいじゃん。なんかお供え物しなきゃいけないのが5箇所あるよ。これ5つ集めないと封印できないんじゃない？あ、だからさっき言った封印の札か。おい。こいつマジ使い物なんねえな。ねえ。お前、サンド。もうこいつ自分がサンドと認識しなくなっちゃった。死ぬよサンド。あ、もうダメだ、会話通じねえ。もういいよ、もう知らない知らない。はい、5個探せよ、5個。探せよ、探せよ。ほら、早く探しに行くぞ。こっち来い。連れてけ連れてけ。おそいつ連れてけ。どこにあんの？なんだこれ。これ何、これなんか押しても下のやつ動くだけなんだけど、なんだこれ。違うんじゃない、ここじゃないんじゃない。あ、これじゃない、これじゃない。ん、あ、絶対それじゃん。封印のお札1って書いてある。これだよ。え、これだ。大丈夫。え、あ、え、何、どうした。え、なんか今どうしたの。うわ、あ、おい、はいはい、じゃねえよ、早く。これ1個見つけたんだからさ、早く行くぞ。一緒に踊ろう。はい。なんでこいつも感染してんだよ。感染する。おい、もう無理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 。マジで気色悪いんだけど。何？何を見たっていうの？なあなあなあ。お前も白いの見た？うん。おお。怖いの？怖いんだけど。マジで怖い。ねえ、よしゃ。どういうことなの？ね、何を見たっていうの？はい。な。お前らなんかそんなおちゃらけてるけど、俺は普通怖いんだけど。うわあ、白いの見た。真っ白のくねくねしたやつ。ね、怖い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 。何何何何何？くねくねだよね。してんだよ。よいしょ。もう意味がわかんないし、普通に怖いんだけど。うわあ、白いの出てきた。びっくりした、俺も今マジびっくりしたんだけど。うわ。もういらないいらないいらない。もういいいいいい。おい、もういいいい。行くよ早く。もう札あるんだから一個。おお。ついてきて。赤赤あげて。赤だよ。
赤あげてじゃねえ。赤あげて。はい、こっからね。うん。はい。はい、これ丸一。よし。次探しに行くぞ。もう怖いから早く。さあ。おい、お前らあと4つ探すぞ、あと4つ。おい、遊ぶな。おー、ジグザグ移動。ふわーいやいやいや、もういい、こっち来い、こっち、ほら、ついてこい。なあ。怖いんだけど、急についてきたりさ。なんなん？すごい、これ足切れるのかな。危ないって危ない。おい、ついてこい、ちゃんと。もう置いてくよ、ほんとに。いやー、こ。いや、もう、ユンちゃん探して、ユンちゃんも探しておる、こっち探すから。またこっち側探すね。うわぁ、すごぉ！うるさいなぁ。ないよ。ほら、あっち行き、ユンちゃんについてけ、お前ら。あ、待って、あったあった。お札じゃない、これ。不意のお札4、不意のお札3。2個あった？ 2 つ止まった。うわ、よかった。よしよしよし、これ持ってこ、持ってこ。早く行こう、おい。ちゃんと、ぴょんぴょんぴょんしてんな。お星様があるよ。ほんとだー！ねえ、怖い。そうだよ。お、ほらもう星なんていいから早く行くよ。おい、白くねだ。白くねいた。何？ああ。いねえよ。もうマジで怖い。でも怖いから早く行こう。早く行こう。いや。はい。もうユンちゃん、ユンちゃん早く設置して。開きます、開きます。もう三四右でうるさいな。はい。はい、お札来ました。あと2個ね。あと2個。ほら。ついてきて、あと2個だから。止まる？そこで。ついてくんの？ガチャガチャうるせえよ。早く。ガチャでもない。このもう酔っ払いじじいみたいなだるいって。魔王を倒す旅に行くんだ。魔王はいません。早く行きますよ。よし。行くよ。行く。もうやだ。もう、俺がおかしくなっちまいそうで普通に。じゃねえよ。ほらもうついてこい早く。来い。あ？あ？何？何？何見てんの？ちょっと、止まってますよ。おい、おめえも何止まってんだよ。え？ユンちゃん？あ、はい。誰だよ、こいつ！何？やる？ユン？あ、わかりました。もう誰？や！や！や！お前だけは3度のままだな。お前ヒヒーじゃねえ。もう怖い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 。なんでユンちゃんもかかってんだよ。おい、動くな、止まれ。いたでしょ。いや、めっちゃいたね、さっき。うわ、うわっしゃーい。ねえ、もうムカつくな。わしゃわしゃ。ついてこい、もう行くぞ、お前ら。おおきなの、ぼんの。まあ、本当に殴るぞ。怖い。今日からここ俺の家だ。おい。オッケー。ああ、置いていくぞお前ら。頭、頭どんどん、頭どんどん。もうもう無理、置いてくからね。子犬。もう知らないからね。俺行ってくるからな、探してくるから。待っとけよここで。分かった？まあすごい。はい、もう分かりました。はい、はい、もううるさいうるさい、行ってきまーす。行ってくるからな、行ってくるからな。ギャーハー。もうマジであいつらムカつく。てか。俺も見つけちゃったらさ、やばいじゃん。あと一人なんだから。早いとこ探さないと。どこにあんだよ。あ、これか？あ、封印のお札に。よし！これで4つだから、あと1個だけど、どこにいんだろう？くねくねしてるやつ、俺見てないから、まだ大丈夫だけど。確かあいつの顔見たら、俺も呪われてああなっちゃうんだよな。そしたらどうしたらいいの？マジで。怖いんだけど。おーい！あ、いた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 ！あ、いる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 ！ほめ、なになになに？あれだよね、絶対。なあうわ、俺は海賊王。いなくなってる、いなくなってる。おい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 、お前ら大丈夫？アントニオ。あ、お待て待て待て、お前何持ってんの？おい、サンド。せい。おい、苦しゅうないぞ。苦しゅうないじゃなくて、お前それ何持ってんの？これ。それ手に持ってる何？ちょっと貸して。いや。いやいや、じゃなくてさ。海賊王になるもん。あ、もう、じゃあ終わったら海賊王にさせてあげるから、それ絶対封印の札だよね。お前を封印する。うるさいな。お前らも封印する。もう、ま、マジで、いたから。もう、俺まで呪われたら、あ、ありがとう、ありがとう。なんで急に渡すんだよ。封印完了。完了じゃねえよ。
あーもういいから早く、もう2個あんの、2個あんの、早く来て、いくよ。おお、びっくりした。おお、イルちゃんだから早く早く、すごいすごいじゃねえよ、これいなくなってるね、いいから早く来て来て、海賊王だ、海賊、もうそう、海賊王になるよ。後ろ隠せる、やばい、早く早く来て来て、こっちこっちこっち、早く来いよ。おい、なんで一人しかついてきてねえんだ、早く来いよ。見たらやばいんだって、いたずらだー。おい、行くな、そっち早く来い。なあ、超能力、もう行く行く行く、もう行ってくるわ。お前もこうなるぞ、神に抗うと。抗うな、ほらもう行ってくるからな。よし、これで封印のお札2と、これで最後、よし、はい、これでいなくなったんじゃない。うわー、びっくりした。お、苦しんでる。お、消えた。おいおい、みんな倒したぞ。あれ、ユンちゃん出る。あ、あじゃねえよ。お前、治った？なんだっけ、ちょっと待って、記憶がめっちゃ寝てた気がする。は？サンドは？なんで俺や、なんで俺屋根の上にいるの？おい、後ろ後ろ。どこここ？一旦降りてこい。お前誰？な、こいつ怖いんだけど、何？いや、もうムカつくな。お前は誰だ？え、ゼアルです。お前頭の良さはどうだ？頭はいいです。はい。お前誰だ？ユンです。あ、うざ。はい、お前は誰だ？サンドですー。ねえ、お前、バカにしてんだろ。いや、いい、治ってるね。大丈夫だね。今日何しに来た？今日何しに来たの？畑仕事だよ。よかったー、戻ってるー。何が？何かじゃないよ。お前らがくねくね見たからおかしくなっちゃったんじゃん。あの白いやつ？そう、それ。あれ、やばい、つやばいよ。お前、それ見てから記憶ないでしょ、もう。ちょっとその前からないけど、どうだったのあいつ。いや、だから封印したの俺が。お前魔法使えたんだな。いや、魔法じゃないよ、お前らがもうちゃんとしてないから俺がもう封印の札貼ったんだって。どれ。ほら、俺あそこの祠で。ほんとだ、すんごい。なんだお前ら、脳天気でムカつくな。もう助けなくてよかったかな。だってね、わかんないもん、どうなったかね。お前でもずっとハンニョーハンニョーハンニョーとか言ってさ、何やってんのかわかんないけど。なんだそれ。お前頭おかしいんじゃねえの。うるせえ、お前らのおかしいだろ。あ、もう解決したんだ、早く帰るよ。はい。何だったんだ本当に。あ、うるさいな、もう帰ろ帰ろ。でも気づいたら、気づいたら依頼が終わってるっていいね。うるさいな、もう早く村人に挨拶して温泉でも行って帰ろうぜ。おー、行く。いいね、はい、はい、行くよ。やったー。あ、待って、でもこのお札なんか高そうだな。なんかすげえレアなやつかも。もらってこ。なははよし、これで後でみんなに驚かせよう。ちょっと待ってー。なんだ、早く行くぞー。こんにちは。うるさいな、なに。こんにちは。なあ、うるさい、なに。うるさい。なんだ、なんで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 。あー、お前ダサいな。何も言ってないの。かわいそう。健康すぎだよ。てかお前、あいつイライラせに逃げたぞ。おい、ほんとだ。逃げろ逃げろ。ん、んじゃねえよ。バレた、バレたじゃねえ。どこ行ったんだ。どこ行った、何、帰ろうとしてんじゃねえ。あー、バレちゃった。バレてるよ。実はですね、ちょっとすごい。え、え、うるさい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 。何、お前大声言いすぎて耳聞こえなくなったの。あれ、聞こえない。本当に怖くない。おい、なんだ。耳のうるさいって言ってさ、黙ってたのにさ。あー、もうまあ、めんどくさいな、お前。早く帰れよ。お前がうるせえって言ったんだろうが。またうるさい。あ、黙っちゃった。もういいよ、もういいよ。何、元気でいいね、いつも元気でいいね。はい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 。皆さん座ってください、座ってください。今日は、今日はですね、あれを作りたいんですよ。何？依頼？やる？ついに？今日はですね、最近さ、TikTok とかさ、YouTube とかでさ、流行ってるバナナ猫って知ってる？あー、あー、なんか流れてきたわ。聞いたことあるよ。聞いたことある。泣いてる猫でしょ？あ、そう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 。猫とバナナの組み合わせめちゃくちゃ可愛くない？まあ確かに可愛いっちゃ可愛いけど。可愛いでしょ。
がどうしたの？俺めちゃくちゃ猫好きだしさ、バナナも好きだからさ、うん、作ろうぜ。作るの？作るの？あれ、そんなことできるの？え？あれ作れんの？え、だってほら、ゼアルもだってなんか多分人間と犬合体したからこんな感じになってるじゃん。だからさ、バナナと猫さ合体すればさ、バナナ猫作れるんじゃないの？そういう理論なの？え、違うの？もう分かんないよ、あれ。あれ、どうやって作ってんの？ちなみにリンゴ猫とかもいるんだよ。あ、そうなの？そうなんだ。それ知らなかった。わ、バナナ猫可愛いからさ、作って、お願い、お願い、お願い。いやまあできるかわかんないけど、じゃあやってみる。できるでしょ。だってさ、ほら俺らさ合体のさあれ作ったじゃん前。ああそういえばそうだね。うん、何でも合体装置あるね。そう、合体装置でさ、バナナ猫作ろうぜ。バナナ猫、バナナバカ、おバカ作れよ。うるせえな、バカじゃねえよ。待って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 、誰がバカ。猫いないじゃん。あ、そうだ、猫かさ連れてくれよ。え、猫、ちょっと待って、お前も乗り気なん。え、可愛いもんね、だってあれ。まあ、猫は可愛い。バナナ猫はちょっとわかんないけど。うん。だってうちにさ、バカ犬しかいないからさ。バカ犬って言うな。あ、バカ。まあ、確かに、俺も猫の方が好きだからな、実は。ねえ、猫、猫猫猫、バナナ猫作ろう、早く。まあ、ちょっと猫取ってくるね。うん。ちょっとやっぱ流行りに乗らないと。やろうぜ。あー、連れてきたよー。猫。早いな。結構早い。お前、無理やり連れてきたな、お前。その野良猫だろ。いや、まあ、ノラだけど可愛い猫。可愛い。可愛い猫たら。おい。サンド。サンド。うんうんうん。何？お前猫連れてきたってよ。なんで猫いるの？バナナ猫作るってお前が言い出したんだ。ああそうだそうだ、作ろうぜ。ほら行くぞ。さあ実験台行くぞ。実験台って言うな。実験台って言わないでこの子。大丈夫かな。大丈夫でしょ。なんとかなるって。ほら行くよ。なさいね。研究室まで行くか。研究室にバナナ猫だ。画面の前で見てたものが実際にできるんですね。できるかどうかわかんないけどね。まあね、やってみるか。できるでしょ、だってこれ何でも合体装置じゃん。さあバナナを入れてください。じゃあバナナ最初入れます。うん、いっぱい入れといてね。おい、 もっと全部入れんの？大丈夫？大丈夫だって。あとこ、なんかこれも入れよう。これそんな、まあ危なっかしいも入れなくていいって。いやいやいや、ああお前もう何してんだよ。猫早く入れて。これでいいじゃないですか。何、早く出て。早くしてよ。早く入れて。オッケーオッケーオッケー。はい、閉めて閉めて閉めて。ほら、だからお前変なの入れんな、バカ。おい、なんかいっぱい入れるときはできるって。よし、大丈夫かよ。じゃあいい？いいよ。いきます、せーの、はい。おお、すごい、これできんのかな。大丈夫かな、なんかすごい色してるよ。すごいぞ、すごい。うわ、待って、やばくない？よろずやチャンネルでも動画投稿していくから、みんなこっちのチャンネルもよろしく。え、どこだ。あ、みんな起きて。ほら、なんか男はちゃんと誰よ。ほら、なに、起きて。ほらで、ここどこ。あれ、なにここ。ねえ、閉じ込められてるよ。あれ、バナナキャットは、バナナキャット作ってたんじゃないの。なんかあの黙々で、その後なんか爆発した音聞こえた気がするんだけど。爆発したよ。爆発したの、あれ。やっぱお前あれだろ、変な試験管入れたからだろ。ちげえよ。ねえ、ここどこ。そんなことよりさ、確かにどこなんだここは。なんだここ、わかんない、どこ。うわぁ、なに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 、怖い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 。ハッピーハッピーハッピー。これもしかしてさ、うん、バナナキャットじゃないの？そうだ。でもバナナキャットがこんな、こんなんじゃなかったでしょ、うん、見た目キモいし。そっち出てるよ、なんか目から。俺をいつもいじめてくれたら。いや、俺らいじめてないよ。そうだよ俺ら何もしてない。ふざけやがって。お前たち絶対許さねえからな。なんか怒ってるし。怨念だ、バナナキャットの怨念だ。いやいやいや、俺ら何もしてないじゃん。違うよ、バナナキャットってさ、うん、あの動画内でよくいじめられてるんだよ。知らない、うん、お前見たことないから知らないでしょ、お前ら。あんまり知らないよ。あんまり、あんまり詳しくは分かんないけど、なんかね、いつもいじめられて泣いてるんだよ、バナナキャットって。あ、泣いてるのは見たことあるわ、うん、そういうことだったのか、うん、関係なくない、私たちに。そうだよ。その報復にまずはお前たちをぶち殺す。
お前たちは死ぬまで一応そこで暮らすんだな。うわ、僕消えた。どこ行っちゃった。おい、どうすんだよ。油断しずしちゃおうよ。もう終わりだー。泣くなよ。バナナキャットを知ってるよって人は皆さんチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。こんな怖いバナナキャット知らないよ。怖すぎる。初めて見た。どうすんの、どうすんの。いや、今それを探してんだよ。バナナキャットの怨念だこれ。でも俺らがやられる筋合いないんだけどな。そうだよ、何もしてないのにまだ。何もしてないじゃないよ。これあの世界中のみんながいじめたからこうなってんだよこれ。それはそう。だから世界代表で俺ら殺されるんだよ最初に。ねえ、やばすぎだろ。それはなんでだよ。やだよ。早く出よこっから。てか出ようだってさ、これ何も開けらんないよこれ。もう終わりだー。おいちょっと流れだ。え、なんかさ、ここに感圧もあるよ。開けられるんじゃね。あ、こっち行ける。こっち側から行ける。じゃあ逃げれるじゃん。こっち行ける。バカだな。もう終わりだー。終わりだよ。どうすんのこれ、どうすんの。手がかりない。なんかどうにかするしかないでしょ。なんか探そうよ。なんか通気口的な、ないかな。ない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 です。何もない。あ、このボタン使えるんじゃないこれ。このボタン勝手に壊しちゃダメだろ。え、ダメなの？わかんないけど。どうすんの？なんかチェストあるけど。ん？あ、これか。あ、本当だ。埋まってる。お！あれ鍵あるじゃん。あいつバカだな。あれこれがこれで開けられるのか？こんな簡単なところにあるよ。それでやってみたらいいんじゃない？置いてみて、置いてみてよ。いやでも罠の可能性もあるよ。簡単だってことは。ああ、いた。ああ、いた。やった、逃げろ逃げろ。早く出よ。やった、もう出れるぞ。なんだ、簡単じゃん。こっち？こっちか。出口がわかんないよ。どこ？ここ？ほら、こっちから出れるじゃん。で、全然違うじゃねえか。もう終わりだー。じゃあ、まだだよ。まだあるっていけるところ。よし、じゃあこれ先行こう。あ、もうそのバレないように行かなきゃいけないからな。そう、気をつけなきゃ。お前たち牢屋から出たな。え？ねえ、なんでもうバレてんの？え？見てる。お前たちの行動は監視している。どこで見てんだよ。早く逃げよこれ。もう進もう進もう進もう。うわっ、あっ、後ろ。うわー、やばい。逃げろ逃げろ。やばい、走れ。どうすんのこれ。うわー、出てるよ。巨大なバリアキャット。早く開けて、早く開けて、早く開いて。ほら、来い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 。なんかシャワーなんか切って割れて。いいか、早く。水苦手なんじゃない、猫だから。あ、そうじゃん。あれ本当だ。消えちゃったよ。え、しかも。うわぁ、いる！いた！いや、でも、でかいから入ってこれないんじゃない、ここに。そういうことか。そういうこと？本当に？行ってこいよ。来れない？お、でも消えた。いなくなったよ。じゃあ別のルートから行こうとしてんじゃない？大丈夫かな？え、どっか、どこ行った？いや、わかんないよ。あいつ急にパッと消えるし。何してんのかわかんないって。なんだこの研究所、広すぎるぞ。お前こんな研究所だったっけ。これ何、開かないよ。なんだこれ。え、開かない。ほんとだ、やばい。どうすんの、どうすんの。カードキーが必要だって。カードキー、カード吐き出して。カード吐き出してって何。え、なんか持ってるんじゃないの、さんの。こいつの舌を切ってカードにしよう。ああ、そういうこと。無理だよ、探し行こう。カードどっかにあるはず。うわー、消える、消える、消える。どうすんの、どうすんの。おー、どうすんの。まぁ、まぁ、まぁ逃げる、まぁ逃げる。あれあれ、みんな行っちゃった、みんな行っちゃった。こっち来た、こっち来た。やばいやばいやばい、なんか俺が追いかけてるみたいになってる。あいつほっとこ、あのバカ。あ、バレた、バレた。ごめん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 。助けて、助けて、助けて。こっち来た。おい、いるいる、ちょっと待って、逃げます逃げます逃げます。お前こっち来んなよ。お前一生かけごっこしとけよ。こっちしかないの、こっちしか。カードキーどこ。カードキーでしょ。知らないよ。カードキーを探しに行かなきゃ。あ、カードキーいなくなった。何、あ、こっち、待って、めっちゃ怪しい、ここ。あ、これじゃん。うわー、助けて助けて。あん、どうしたの。え、なんかサンドがマグマに入って喜んでた。うわー、待って、もう本当に最悪。ほめらー。あー、JR バカ、お前何。いおいお前が落としたんだろ。やばい、ちょっと早く出よう。僕ら、また最初からなってるよこれ。
俺戻されたのか。いらんことするから。何が起きたの。俺なんか急に下抜けたよ。下抜けた。いや、なんかチェストを開けたらさ、地面なくなった。どういうこと。何を言ってんの。いや、だから本当にそうなんだ。マグマ落ちたの。どうしたんだよ。夢でも見てんじゃねえよ。こっちじゃない。さっき言ったの。え、でもいたよ、気をつけて。どこ。ほらほら、俺本当だ。バカお前。お前ふざけんなよ。ひどいな、本当に。おい、いい加減にしろよ。みんなで何やってんの。何やってんの、ゆんちゃん、やめてよ。バカバカ。なあ、いるいるいる、助けて。キヤー。あ、待って、レベル1カードキーあった。こんなところに。あった。おお、ここ。あ、ここか。本当だ。こんなところに。これフェイクだったんだ。騙されたんだね、さんの。よし、じゃあ行こう。いや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 、ゆうちゃん、開け、お前何してる。いやハッピーハッピーハッピー、助けて、キモい声で追っかけてきてる。おい、どうすんの、見つかったの。見つかった時、カードキーなんかあった。あった。え、サンド持ってんの。サンドが持ってんの。じゃあ、あとユンちゃん頼んだぞ。頑張れユンちゃん。大丈夫か。大丈夫、巻いたみたい。負けたの。負けたんだ。あの状況から。本当に。お、本当に巻いてるわ、あいつ。よし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 、やり手すぎるだろ。これ行こう、早く。もうこっから出てさ、ちょっともう早く成仏させてあげよう、あのかわいそうなキャット。やばいわ、あいつ。そうそうそう、開いた。ナイスナイス、よかった。脱出しちゃう。よし、行くか。よし、行くか。オッケー、じゃあ先行ってくるね。待て、ほんとに。え、サンド、開けてよ。え、いや、全然。え、全然。あー、待て、ほんとに、いやー、どうしよう、ゆんちゃんやるんだったよ。いやいや、前がやったみたいなもんだよ。俺やってないよ。俺、開けようとしてる、開けようとしてる。あー、ちょ、バカバカ。もう怖い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 。どうすればいいの、どうすればいいの。わかんないよ。早く逃げよ。わあ、おお、なんだ、危ない。ない。なんだこれ。あ、これジャンプして行かないといけないんじゃない、これ。あ、これ進んでいかなきゃいけないってことか。でもユンちゃんも助けてあげた方がいいんじゃない。待ってあげた。待って、来てる。それどころじゃねえよ。助けてくれ、怖い。ユンちゃん後でね。ねえ、何。開けて、通れないから。開けて。あ、そっか、あいつカードがないから入れねえんだ。これゆんちゃん開けてあげないと。ちょっと待って、ゆんちゃん開けてくる。いずれ頑張って。ほら、ゆんちゃん、はい、来た来た来た。よし、行くぞ。ありがとうありがとう。いや、でもいい、当たりすぎる。でもバナナいるんだって。え、ふざけんなよ、サンド。うわうわー、いやー、逃げる。俺行くよ。はいはい。お前バレてるよ。真っ赤なやつが追いかけていってるよ、オブラ君のこと。いや、俺じゃないだろ、追いかけるの。あ、怖っ。ね、やだ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 。オッケー。よし、よし。下手だぞ、このバナナキャット。待って、俺今逃げてるよ。お前たち、行けた行けた行けた。おいおいおい、めっちゃ怒ってんじゃん。サンド、逃げろ。助けて、無理。サンド、早く。俺できないよ、あれ。頑張れって。できない。やばいよ、ゆんちゃん。よいしょ。早く。よし。早く登れ。お前。あああ、やばい。これ次来たら怒られるぞ。よしよかったよかった。何したの、殴って落としたの。いや、殴り落としたこいつ。お前最悪だな、お前。仲良くなったのに。ほら、早く行くぞ。ね、ほら、ぶち切って。あー、怖い。助けて。ほら、下に餌が行ったぞ、バナナキャット。あー、バナナキャット。あー、助けて。サンド、逃げて。やめて、サンド。やばい、もうバナナキャットがこっちまで来てる。おい、サンド、いつまで来てるの。おい、先行くからな、マジで。いや、行こう行こう。やばい。早く。ありがとう。待て、何問題に答えろ。問題は?ああ、助けて。お前なんでおっせえな、お前。何お前どこで追い抜いてきたの。バナナキャットは、あの後落ちてた、アスレチック。はいたかよ。どういうことだよ。そうだ、だそうじゃなくて、これほら、問題に答えろって書いてあるの。ね、問題に答えろって何これ。問題出てくるってことじゃない。え、出てくるのかな。お、猫が口を半開きにする反応の名前は、
わかんねえよ、こんなの。俺知らないよ、そんなの。猫の問題じゃん。猫？なんか、ないの？口開ける。お前たちは知らないだろうな。どこにいんの？どこにいんの？うわぁ！おぉ、びっくりした、びっくりした。サンド、サンド、なんか答えて。え、知らない。あくび？あくびじゃないの？ね、あくび？あくび？あくびです、あくびですって。あくび、あくび、あくび。だぁ！正解じゃねえかよ。正解じゃん、サンド。わかるわけねえだろ。ね、こんなんわかんないよ、なにこれ。俺も知らないよ、猫知識なんて。可愛いけど。本当だよ。犬、犬、答えて。犬なら分かるはず。まあ一応分かるけど。分かるのかい。言ってよ。猫嫌いだから分かるよ、そんぐらい。何？逆に知ってるんだ。正解はフレーメン反応です。フレーメン反応？今聞いたことない。今ゼアルフレーメン反応してるってこと？いや、犬はしないから。今半開きじゃん、口。確かに。本当だ。いや、半開きだけど。うん。いや、これ熱いからやってるだけ。これブス反応？いや、ブス反応って言うの。あ、いた、いた、いた。もういいから、これは答えて、答えて。正解は、フレーメン反応です。合ってる？本当に。合ってるかな？え、死んじゃうじゃない？また。おい。あ、正解！あ、消えた！消えた！お！まただよ！まだ。え、え、え、あ、そういうこと？そういうこと？もう一問答えなきゃいけないの？もう。何？何個あんだよ、これ。来いよ、ほら。何個でも答えてやるよ。お、また出てきた。うわ、怖。え、バナナにある黒い点の名前は。これ知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。これ、わかんじゃない、みんな。知らん。何？黒点？俺も、俺はわかるよ。俺わかるけど、ユンちゃんが知ってるって言うから何なのかなと思って。黒点じゃないの？これ、黒点だよ。黒点？これ、太陽と一緒じゃない？これ。太陽の、あの黒いところだよな、黒点って。え、違うの？合ってるんじゃない？これ合ってるはず。じゃあ行ってみろよ。一緒に読む。いや、じゃあユンちゃん、ユンちゃん行け、ユンちゃん行け。行け、行け。合ってる、合ってる、合ってる。正解は黒点です。違う！お前のせいだろ！イエー！お前のせいだろ！サンドだって黒点って言ってたじゃん。言ってねえよ。嘘つくなよ。誰か分からないのこれ。いや、だから分かるって言ってんじゃん、ずっと。この問題が分からなかったら一生出ることができないからな、ガハハ。でも逆にこの問題分かったら出れんのかな。あ、確かに。言っちゃうよ。言っていて分かる。知ってんのかよ、お前。だから言ってるじゃん、ずっと知ってるよって。じゃあ行けって言うなよ、こいつ。絶対間違えてるんだから。いや、なんかもしかしたら合ってるかなと思って。あ、甘いところを英語で言うんだよ。闇？やめさ。だから答えを言ってんの。バカ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 。ねえ、ねえ、分かんないよ、出れないって。いもういい、言うよ、答え言うよ。早く言えよ。じゃあお前らが先に言うからよくないんだろ。変な問題出すなよ。はい、正解はシュガースポット。正解。お前さ、ねえ、甘いよ英語でって言ってもさ、じゃあ砂糖じゃん、シュガーって。無理やん。あ、でも道できてる。開いてる、開いてる、開いてる。行こう行こう。これどうする？待って、上あ、上行ける。外だ。逃げろ逃げろ。いやー、来てる。うわー、来てる。早く早く。行け。もうまた怒ってるよ。あいつ、あいつ出れないぞ。ダメージ受けてるぞ。本当だ、登れないんだ。あれあれ、この研究所から出れないんじゃない？おい、お前たち待て。もう怒ってる、怒ってる。やっぱ出れないんだ。お前、行くてよ。あ、出れた。あ、出れた、出れた、出れた。逃げろ。俺、爆発でこんなところまで。あ、違うか、あいつに連れてこられたってことか。俺らが気を失ってる間に。だー、おい、床に気をつけろ、お前。なにここ。ねえ、落ちちゃった。どうすればいいの？大丈夫？ほら、早く行こうって。だーい、待って待って待って、来てる来てる。おい、逃げろ、サンド。バカバカバカ。あ、どうすればいい。あー、サンド尊い犠牲だった。置いてこう。置いてくなよ。ここで緊急速報です。連続強盗殺人事件を起こした殺人ピエロが刑務所から脱獄した模様です。警察は現在も捜索を続けているようですが、足取りはつかめていないようです。怖っ、このニュース。最近物騒だね、なんか。めっちゃ物騒だ。どうなってんのこれ。俺はもう帰るぞ。帰るの？当たり前だろ。だからね、帰った方がいいよ、絶対。僕は帰らせていただきます。じゃあな。あー、怖い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 。何？サンドが依頼やらなすぎて怖い。ね、今のニュース見てなかったの？何が？ニュース？なんで見てないの、こいつ。ニュース見てる暇があったら依頼やってくれよ、頼むから。やってんじゃないの？うわ、
キモキモじゃねえよやばいよ。でも今見てなかったの。じゃあ俺がもう一回言ってあげよっか。何？脱獄したんだって。誰が？連続強盗殺人犯のやつが。え、マジ？うん。なんでちょっと楽しそうなの？いや、もう帰れるから。いやいやいや、逆に危ないじゃん。今帰ったら。しかもこの近くだよ。もうね、この近くなの？この近くだったよね。そうだよ。なんでこの近く、この近く。ほら近いよ。どうすんの？帰るって。え、今帰って大丈夫なの？この辺なんでしょ、だって。そうだよ、この辺だよ。え、マジでこの辺だったよね。近かったよ。え、じゃあ帰ってる時危ないんじゃない？そうだよ、だから待つとこいいんじゃないの？いや、もう走って帰るから大丈夫いや、だから そんなさ、雨じゃないんだからさ、その場で襲われたらどうすんだよ。いる？見てさ、いなかったらいいんじゃない？いや、だからさ、雨じゃないんだよ。うわぁ、こいつだ。うわぁ、ほんとだ。え、待って待って、ピエールみたいな格好すんなよ。絶対あいつじゃん。え、ちょ、3寝るな、おい、寝んな。ねえ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。サンド、ちょっと話し合ってきてよ。何話し合うって？なんで話し合えんねん、アホか。お前が話してこいよ。なんで、どうやって出るの、ここから。もういないかもよ。いや、いるだろ、多分。いるでしょ、絶対に。うわ、おい、開けんなって。ほら、いなかった。いない？うん、いなかった。ああ、いる。大丈夫？今いた、今いた、そこにいた、そこそこ、ほら。どこいた？そんなピョコピョコ出てくるやつじゃないだろ。え、でもどこ、見間違いじゃないの？いたって今、いたよ。じゃあもう出れないじゃん。キャー、なになになに、いたの。おい、サンド、サンド出てて。え、サンド、ナイスのバーガー、戻ってこいって。木の上に登ってる。ああ、いる。ここに？屋根の上にいる。いやー、あれ？消えた？え、あ、え、あ、いなくなってる。怖っ、なんで屋根の上に登れんの？あいつ。よじ登ったんでしょ。よじ登ったの？普通に怪力ピエロやん。ねえ、怖い、どうしよう。ねえ、死んじゃうよ。死なない。じゃあ、早く通報しろよ。お前、何やってんだよ。じゃあ、お前が通報しろよ。なんでだよ。あ、そっか。あ、お金もらっちゃいまーす。いや、お金もらえんのかな。お金もらえんの？当たり前じゃん。だって、それは。ねえ、指名手配されてるんだから懸賞金かかってるでしょ。ああ、確かに確かに。え、でも大体そういうのってさ、ありがとうございますって賞状もらえるだけじゃね。うん、あ、嘘嘘、1億もらえるかもね。うん、よし、電話かけろ。お金のために電話かけるわかったわかった。もしもし。はい、こちら警察署です。あれが、あの、あい、あ、あぜ、い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 、ねえ、切っちゃった、どうしよう。は、え、なんで、え、なんで切っちゃったの？え、ちょっと、電話し、あ、あー、怖い。え、サンド、金もらえないの、いいの？どういうこと、どういうこと、どういうこと。楽しいんじゃないの、サンド。頑張れ。よし、もしもし。はい、もしもし、こちら警察署です。いました、あれが。なんですか、さっきから。ピエロ。ニュース出てたやつ。ピエロ？なんで分かってないんだよ。あ、これですね、最近なんか。そう、それ。超やばいやつ。連続殺人のやつって言わなきゃ。あ、連続のやつ。ああ、いや、伝わるだろ。ピエロのやつですか。そう、今目の前にいましたよ。何ですって？今目の前にいます。目の前にいるんですか？場所、学校にいる。この近くの学校。わかりました、よろずやがくんって。あ、浮かれてもらえるんですか？いや、全然負けませんよ。なんで？なんで？こういうのって犯人の逮捕に手伝ったら。あれは別に協力した金じゃなくて、逮捕した時の金になって。来ちゃった。お前さ、何やってんの？なんで？何、金もらえないって？うん、だから切った。最低だな。でもいたのよ、ほんとじゃん。え、でもそりゃそうだけどさ。あ、ねえさ、もうじゃあ捕まえちゃおうよ、俺らで。俺らで捕まえるの？ねえ、捕まえれるよね。え、捕まえれるの？捕まえんの？何よりも大切な依頼ですよ、これ。お前どうすんの、人殺されたら。確かにそれはまずいな。そうだよ、ここでビビってたらダメだろ。お前が一番ビビってたからないビビってねえし。今な。お前ビビってるやつが言うんだよ、そのビビってねえし。しゃ、ちょっと待ってろ、俺が捕まえれるやつ持ってるから。え、なんか作戦あんの？え、何？今日やる気なんです。任せろ。なんだ？あの、ピエロはまず刑務所から出てきてさ、刑務所ってさ、飯もまずいしさ、ベッドも硬いじゃん。だからまず、はい。え、サンドさ、何？あのさ、モノボケやってる？モノボケしてる。本気でやってんだよ、こっちは。バーン！うるさいな。お前、
お前さ、本気で殺されるよ。だから、もてなしてんじゃん。そう、まずはもてなしてあげるの。あ、もてなして、ここに止めるってこと？いい気分にさせるんだね。お、ピザじゃんってなって、あの、殺人犯は、ピザ食べて、ピザを食べてお腹いっぱいになってここで寝ると思うのね。したら、そこ、そこをこうよ。お前、危ない危ない危ない。無理だよ、ある。強盗犯にそんなことできんの？そこを、そこをこうして、足を2本とも切っちゃえばもう逃げれないから、捕まえれる。怖いな。それうまくいったら多分、3度が捕まる。捕まんないよ。だって、やられそうになったって言えば戦ったんだから、しょうがねえじゃん。お前の話なんか、正当防衛で足切られたやついないだろ。うるせえ、お前、口取るぞ。怖い怖い。怖い、この人ダメです、この人ダメです。やめてください。怖い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 。覚えだよそれ。どうこの作戦。いや、却下却下。絶対無理。無理無理無理。普通に無理。じゃあプラン B にする？プラン B あるの？プラン何まであるの？うるさい。絶対モノボケやん。もそういうこと言うなよお前。じゃあなんかだ、じゃあ出してみろよお前。やばい、俺作戦ないないない。もうないないない、もうない。さっきのちょっとベッド返して。はいはいはい。ベッド使うの？また。また使われる。またボケに使うのか？もう一個あるから。ピザが嫌いだった場合、パンもこうやって置いとく。いや、そこじゃないんだよな。もてなし憲法と変わんないよ。食べ物じゃないんだよな。で、またここにベッド置いといて。うん。変わんねえ。餌みたいな。で、ここでお腹いっぱいになった時に、腕を切る。腕。腕に変わった今度は。飯と場所が変わっただけじゃん。じゃあ何変えればいいんだよ作戦。そもそもの根本だよ。じゃあ何？もてなし戦法がダメだよ多分。じゃあパンが嫌い、あ、じゃあご飯とかにする？だから違うんだよ、そこがないんだよな。じゃあ出せよそんな言うなら。いやだから俺らが捕まえなきゃいけない話じゃないじゃん。あ、じゃあそうなんだ。じゃあ人が殺されてもいいって言うんだ。お前が死ぬよまず。じゃあ俺が殺されてもええんか？どうなの？お前に聞いてんの？おい、言って言って、お前人殺しだろマジで。怖すぎる。早く。なんだこいつ。どうするか考えよって言ってんのに何にも考えんやん。いやもうゼアルの武器使えばよくね。ゼアルくんの武器。ダメだよ倒しちゃう。お前さ、お前のも十分殺傷能力高いだろ。じゃあ殺してないからゼアルくんのはダメ、殺しちゃうから。ああもうね。確かに武器だとやっちゃうね。一撃必殺なんで、うん、そんな極悪非道なやつは永遠に牢獄の中にぶち込んどかないとダメだよ。ないのユンちゃん。なんか今外にいるんだよね多分、うん、いるよ、近くにいるよ絶対。じゃあ待って、あ、怖くなってきた。チェーンソー持たなくていいぞ、危ないからって。あ、バリケード一応ね、偉いな。で、どうすんの？で、狙ってきてるってことは、なんかこの4人の誰かがおとりになってトラップとか仕掛けて。じゃあトラップが何？あ、さっきのやつにする？ベッド置いて、ピザ置いとく。絶対ない、絶対ない。なんかない？トラップなんかない？それを考えろって言ってんだよ今。なんかあれとかあんじゃないの？ゼアルの部屋にさ、うん、鉄の柵とかさ。あ、鉄柵？そのままか。うわお前開けんなよ、なんてバカ。お前いたよ今。いたねんだよ。なんで開けたの？せっかく悪いけど。じゃあいないと思ったからさ、もうな。お前いなかったらどうしたの？いなかったら外出て帰ってたよ。カスだろ、待て。見てすぐ閉じるから見て。あれいないじゃん。あれいない？ほらもうサンドいないじゃん。いるんじゃん。危ないバカ野郎お前。そこにま、なんか窓開いてるし。え、窓が開いてる。窓開いてる。ちょ、閉じろ早くサンド。何逃げてんの？なんでそっちを。おい！サンド。よし、これでいいや。もう意味ない。ねえ、どうすればいいの？いや、もうそこまで覆われてるからさ、どうしよう。警察まだ？警察？え、でも警察さっきなんか途中で切っちゃった。あ、そうだよお前、連絡してないじゃん結局。サンド連絡してよ。え、してないっけ？あれしたんじゃなかったっけ？いやだけど言うだけ言っといて、いたずら電話だと思われてるかもよ。いやでも、いやでもこんだけ2回もかけたら来るって。いや警察忙しいよ。いやこいつ捕まえるのに忙しいだろ、どう考えても。なんでこっちほったらかしなんだよ。あ、そっか。確かに。いやーもう怖い、やめてよ。いたもん今。じゃあ今窓ガラスめっちゃ割れてる。本当だ、割れてるよ。今こそ今こそ何。あ、大丈夫、抜けないからさ。絶対抜けない。レプリカの剣だよそれ、うん、おもちゃだからそれ。これレプリカなの？これおもちゃだよ。本物じゃないよ。え、勇者の剣じゃないのこれ？のレプリカ。あ、だから繋がってる、こことここ。え、じゃあなんでこれここ置いてあんの？飾り物で装飾品。え、そうなの？俺ずっと本物だと思ってたのに。いつか引き抜けると思ってたの？うん。なんで時が来れば。時来ねえ、勇者になるんだよお前は。
あ、じゃあそれでいいじゃん。どれ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 、これが罠なの？使える、これ。何が？例えばこれ外に置いといて試してみろみたいな、でこれが抜けたらお前は殺人犯じゃなくて勇者として生きていくんだみたいな。ああじゃあ一旦それやってみれば、一回やってみたら、うん、でそれでやってる間に倒せばいいんじゃない。まあ正直さっきのベッド作戦よりはいいんじゃない。でどう考えてもベッド作戦の方がいいだろ。じゃあそれ最終手段でしょ。もういいよ、ベッド作戦最後にね。え、ねえねえねえ、待って待って、すべてお見通しだって書いてあるよ。え、怖い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 。ダメじゃん、勇者作戦ダメなんじゃない。じゃあこれ割れてるってこと。いや一応置いとこう。一応置いとくんだ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃんと書いとこうぜ。あー書いてくる。お前どうしよう。おい、カス、ごめんなよ。あいつ取って殺しろ、マジで。何だから、すべてお見通しだっていうのに返事しといた方がいいんじゃない。お前がしろよ。嫌だよ。嫌だよ、だって書いてる時に刺されたらどうすんだよ。何もやってんねん。怖い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 。このピエロが、おい、ピエロじゃねえよ。赤いしな。ね、ね、すべてお見通しだってことは、これ帰ろうと思ったらさ、家バレちゃうのもお見通しってこと？帰ろうとしてるのもお見通し？確かに。だから今帰ったら危ないんじゃない、逆に。え、てか待って、ゼアルの研究所荒らされてるんじゃない？そんなことあんの？ほら、武器取られてるかもよ。あ、確かに。じゃあダメだ。見通しされてるんじゃない？で、こいつの研究所もダメだ。もしかしたら武器取られてるかもだし。じゃあもう、こん中でやり過ごすしかないの？なんか、こん中で使えるようなものを探せ！探す？なんかあるかな？なんかある？どうなんだろうな。え、何だ？あれさ、朝のなんか背負ってる、それ何？あ、お前それ、お前ジェットパックだろ。おい逃げんな、バカ。サンド、絶対バレる。おいサンド、お前お見通しだぞそれ。いいよ、関係ねえ。うるせえ、黙れ、俺一人で逃げる。あ、いる、走ってる、校舎の上。どう？どうじゃなくて、俺は部室で待ってるよ、お前来ちゃうよ、早くしないと。あとは3人でやり過ごしてくれ。サンド、やめた方がいいって絶対、今帰ったらやばいって。何が？危ないよ。何がじゃなくて、お前だけ狙われるんだよ逆に。うん、俺捕まるまで飛び回ってるから。いやもうそういうのじゃないだろう。じゃあな。おい、あ、お前バカバカ、痛い。お前何してんだよバカ。何、危な。行きたくないんだけど普通に。うん、ちょっと一回戻っとこうかな。何してんだあいつ。あいつなんか自分でジャンプしてダメージ受けてない。あれおい、燃料切れてんじゃねえかお前。おい、危ない危ない。ちょ、もう早く帰ろう。怖い、何やつ。ちょ、戻ろう。閉じ込めよう、もう。入れないようにしよう、もう。てか、結局勇者の件、抜かれてねえし。え、待って、なんか。今いたよね。うん、びっくりした。ちょっと待って。中にいた、中にいた。ビャー、うわー、どうしよう。いいの？なんかもう、駆けついててるよ。なんで、来んなよお前。いや、もう仲間だろお前。知らねえ、誰だお前ら。なんでプール来ちゃったの。うわ、ここの扉頑丈そうだから。いやだって俺らでも開けれんだよ。頑丈じゃないよ絶対これ。お前何、お前どうしたら負けないで入ってんだバカ。はい、戻ってこい。こんなこと言ってる時か。いや言ってる時で一回出て。こんなことする場合かよ本当に。いやだってまさか女子こいつに隠れてるとは思わないでしょ。お前あいつが女の可能性だってあんだぞ。確かに。出てきた。ねどうしよう。いやどうしよう。イエーイ。イエーイ。おなんで。なんでプールに。なんで。いや。いや意味がわからん。怖い。いた。やめてやめて。どこ逃げればいいの。校舎もういない。俺外見とくよ。見た感じないよ。あ、いける。え、何復活してた。え、あれ、おい何チャージしてんのお前。まだ。サンド、逃げんな。何サンド、ダメだって。一緒に行こう。いや、嫌だよ。なんで一緒に地獄行かなきゃいけないんだよ。地獄さ決まってねえだろ別に。ジャンプ。おい目立つって。ズルすんなお前。ここにいれば安心だね。上から降ってくるよ。降ってこないよ、うん、だってさっき下にいたし。そうとも限らないよ。ほらここにいれば安全。普通にムカつくか。あいつ石投げてやろうぜ。学校に向かって石投げるんだ。うん、いいや。サンドに向かってるもん。全然届いてない。ほら、あ、もう届かなすぎる。え、サンド、サンド後ろ割れてるよ。これ、サンド。いや痛い。あ、なに、ピエロだ。ピエロ来たんだ。ピエロだ。サンド逃げて。にゃー、何の子止まってんの。早く、お前なんかその逃げ方やめろって。ねえずるい。待て、理解室、理解室だお。理解室行こう、逃げろ。理解室ね。ピエロさん頑張ってください。お前やられちまえよマジで、ムカつくな。ジェットパックを持った私。あー、追いかけられてる。サンド上、これ上。そうそう。奥さん、
屋上、うん、お前すごいな、お前すごいな、使いこなしてんじゃねえか。もう燃料切れちゃった。また切れたの？すごいじゃん。ね、なんか罠作ろう。これだから落とし穴、落とし穴だ、落とし穴作ろう。落とし穴、うん、どこで、どうやって、こっち多分ついてきてるでしょ今。そうだ、今多分屋上に来ようとしてるよ。よし、じゃあ屋上からジャンプしてちょっと逃げよう。オッケーオッケーオッケー、すごいな。あ、外出た。どこに落とし穴するの？ここ、ここら辺でいいんじゃない？この下掘ろう。オッケー、そうだね。ね、これどうする？どうする？でもなんか上になんかないとバレちゃうでしょ。あ、砂置いとこ、砂。あ、砂いいね。あ、あれ。受け、受け。いや無理がある、無理が。行かないよ。どうすればいいの？どうやって、ダー。ダーって言われても分かんないよ。どうやってこれ。TMT とか置けばいいんじゃないの？あ、そうだ。よし。TMT 下に置いて。ね、この辺り一体吹き飛んじゃうよ。まあしょうがないんじゃない？だってもう程度だもん。これで。めっちゃ簡単だけど、このトラップに引っかかれば、これどうやって引っかかんの？え？これで感圧板置けば。そうだよ。そうだね。色似てるやつ。あ、ユンちゃん。こっちから来ないと。ユンちゃんもう来れないよこっち。ここからあ、よかったよかった。危ない危ない危ない。でもそっちから来れるんだったらここもやっとかなきゃじゃない？違う違う、バカ、こっちにおびき寄せんだよ。そういうことか。頑張れよ。頑張れよじゃねえ、お前もだよ。サンドがやってよそれ。なんで俺がやるんだよ！サンドが作ったもん。あ、もうじゃあやんない。ね、危ない危ない。バカバカ。もう踏んでいいじゃん。いや、サンドが作ったよそれ。なあ。ああ、お前らが殺したってことにしといてやる。いや、誰が言うのそれ、お前が死んでんのに。ああ、そっか。ねえねえ、どうしよう。でも、じゃんけんで決めようよ、誰か。なんでじゃんけんで決めなきゃいけねえんだよ、こんなの。だって、じゃあ、どの道殺されると？俺が死んでも。殺されると？いえんか？誰だよ、お前は。はい、じゃんけん、じゃんけんすんの？うん。いや、投票にしよう。投票にする、誰がやった。ああ、投票？じゃあ、せーので名前で言う。でも、待って、考えてね。俺、このトラップ、考えて作ったからね。そうだね。うん、はい。で、ちなみに今のところ何もしてないのはホムラくんだからね。オッケー、採用しよう。せーの、サンドだ。で、サンドです。サンドです。サンドよろしく。ホムラ1、サンド3。お前らほんと嫌い。頑張れ。頑張れ。こういう仕事ばっかり。でも依頼やんないからいいじゃん、普段。押していい？これダメだよ。お前が押して死ぬだけなんだから。でもこれ、お前らこれ捕まえてさ、犯人、称賛されるべきは俺だからな。あ、わかったわかった。はい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 。おい、ピエロ、どこにいやがる？出てこい。え？やばー！にゃー！ねえ、ねえ、やばい、やばい！何？どうしたの？どうしたの？やー！そこ危ない、そこ危ないよ！わー！わー！わー！お前何してんの？おい、バカ！何してんの、バカ！あー！うわー！サンド！サンド！ちょ、何やってんの、サンド？ねえ、何？生きてたな。なんでお前生きてんの？殺されてた、そこで。殺されてた、ピエロが。殺されてた？うん、ピエロが殺されてたの？違うよ、バカ。人が。バカ、うんって言ったんだろ。違う。ねえ、誰これ壊したの？あ、俺か。お前だよ。なんでお前生きてんだよ、普通に。そうだよ、一回登ってきてたんだ。いたって。ねえ、いたってか、人が殺されてた。殺されてた。うわぁ、ピエロ来てる。あ、こっち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 。いやぁ、待って。小村くんち、小村くんち。なあ！うわあ、こっち見んの。ねえ、じゃあまた殺されてる。どうするの？どうしようどうしようどうしよう。来てる来てる来てる、あちゃ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 あ、焦らせ焦らせ。どうすんどうすんのこれ。俺小村くんちにいる。でも俺待て。逃げて逃げて逃げる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 。俺ちいんの？いるよ。いるよじゃねえよ。何普通に入ってんだよお前。なあ！ピエロいる。なんでだよお前。俺ち絶対壊すんじゃねえぞ。ああ！いや！ピエロ。早くどうすんのこれ。ここまで来たら安全か。死亡フラグ立ってるけど。サンドどこ行ったの？サンド、ホムラ君。サンドどこだ？ピエロ。ピエロもいなくなってる。なかったし。いるじゃん。じゃないか。いる。終わり、こっち来て、こっち来て。もう意味やから意味やから、もうサンドもいなくなったし。待って、ホムラ君入ったよ。ピエロ。ピエロ。サンドやばいじゃない？入った入った。ホムラゲーム借りるぜ。おい、サンド気をつけろお前。何？違うサンド。入ってるピエロ。入ってんの？でも土のガード作ってあるよ。俺んちのガラス割れてるし、ふざけんなよ。俺んち入ったの？違う違う、俺んち入ったの。もうでも俺んちだよ。サンドじゃないよ、サンドじゃないよ。お前んちじゃねえ、俺んちだよ。サンド、ピエロ中開いてったぞ、早く早く。出てこいって。見えて見えて。さっき、あー、いる。早く早く出てこい。なんだ、早く逃げて。おい、俺んち壊すな、バーガー。じゃあ早く逃げるぞ。ちょ、ピエロ、ピエロ来た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 。こっち、どっちどっち。サンド早く。もう、どうしてるの。サンド早く。落ちちゃった。おい、村人逃げた方がいいぞ。村人、ピエロ来てるよ。え、あー、どうしちゃった。村
やばい、殺人鬼だ。早く、あれ、警察乗ったする、あ、いる、本当助けて、逃げよ、助けて、逃げよ、助けてください、助けて、よし、これ大丈夫ですか。 お前何乗ってんだ、お前、おい、危ない、そういうのじゃねえだろ、バカ、早く出てこいって、お前、お前が捕まるぞ。おい、もう観念しろ、ピエロ、お前はもうさっき通報しといたからな、バカめ、やめろ、無視されてる、そうだよ。おい、ピエロ逃げてねえか、あいつ、あ、逃げてる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 、どうすんの、どうすんの、いや、ちょ、お前が運転すんの、ありがとう、おい、バカバカバカ、待ちやがれよ、お前、お前、免許持ってねえだろ、何してんだ、バカ、おい、待って、この野郎、おい、モリア、おい、バカさんだ、おい、何やってんだ、俺、早く逃げて、警察、早く、これから、本当に怖い都市伝説を教えていきます。うおー、楽しみだ、ドキドキする。みんなはターボババアという人を知ってるかい。何それ、知らない。ターボババアは時速140キロで走ることができる、とても足が速い人間なんだ。そんなやついるわけないでしょ。ね、絶対ないよ、そんなの。そいつはスピードを出してる車なんかを見るとすっごい勢いで走ってくるんだ。怖っ。そしてその車を追い抜いた時、その車の運転手はもう死んでいるんだとか。ええー、怖い。本当にあんの、そんなの。おい、何やってんだよ、お前ら部室にいないでよ。何やってんの、それ実際あったの、それ。まあ、目撃例がちらほらあるという。まあ、本当かは分かんない都市伝説だけど怖いよね。怖い、怖い、めちゃくちゃ。信じるか信じないかはあなた次第です。うわぁ、信じちゃうよ、こんなの。俺も信じるな。いいから早く部室戻ってきてくんない。で、うん、もう一個あるんだけど。まだ続くの、うん、いいよ。あの、妖怪ホムラっていう。ここにいるぞ。しばくぞ。どんな、どんなの、どんなの。なんか、こうやって面白い話をしてるのに、地球に仕事の話をし始めるの。あぁ、うわぁ、怖ぁ。これ妖怪ホムラの呪いだよ、早く部室戻ってください。じゃあ次ユンちゃんの番ね。うん、怖い都市伝説だ。早く行ってください。分かったよ、妖怪ホムラ。ねえ何今都市伝説の話で盛り上がってたのに。急に盛り下げてくるやん。そうだよ、うるさいな。あ、これ特徴、空気読まないっていう。あー、特徴かも。あ、特徴なの。分かった分かった、もう見なしね、見なしね。やけくそになるなよ、妖怪ホムラ。妖怪じゃねえよ、依頼が溜まってんだよ。みんながやんねえから、俺が来ねえと。都市伝説じゃん。おー、何の話。でもこの依頼も本当にあるかどうかは、信じるか信じないかはあなた次第で、俺は信じない。僕も信じない。私も信じない。いつも手やるわさ、お前どっから来てんだよ。もう急に現れた都市伝説だ。都市伝説だ。都市伝説の力ってもんがあるんですね。ちょっと話しかけないでもらえる。やっぱこいつだけ芝居ていいか。いいよ。ダメだよ、ダメだよ。ほらほら。あー、仕事。仕事。仕事で。遺言仕事。仕事妖怪言うんじゃん。今日は何ですか。今日の依頼は山奥にある廃校、もう終わっちゃった学校で、なんか肝試しをしてた学生からの依頼らしいです。うるさいな。怖い。もうなんかさっきまであれでしょ、都市伝説の話してたんでしょ。そう、その話した後だから怖いって。それっぽいじゃん。内容が、あ、なんか肝試し中に落とし物しちゃったから拾ってきてほしいんだって。やだよ。なんでそんな。ってことはさ、ってことは出るって場所じゃん、そこ。いや、まあまあ、心霊スポッツってことでしょ。スポーツですね。スポーツ、心霊スポッツにさ、置いてきたってこと。何落としたかよくわかんないけど。もういいじゃん、そんなもん捨てようよ。いい、お前うるさいな。新しいの買えよ。いや、でもやっぱ大事なものなんじゃない。いや、俺大事じゃないもん。そりゃそうだ。いやいや、そう、もちろんその人の大事なものだから。じゃあ、待って、山奥でしょ。じゃあ、ユンちゃんあれじゃん、さっき話してたさ、ターボババアがいるかもしんないじゃん。そうだよ、なんだか知んないけど、山奥に住んでるから、あいつは。そうだよ、もう都市伝説だよ、都市伝説。140キロで追っかけてくんだよ。もう追い抜かれちゃったら死んじゃうんだよ。ほんとだよ。こんなおばあちゃんいないだろ。いるよ。いるから、あいつでしょ。都市伝説は都市伝説だよ。何当たり前のこと言ってんの。お前らが信じてんのか意味わかんねえからだよ。これ何、じゃあこれん、これ何、これ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 椅子。じゃあ椅子じゃないかもしんないじゃん。何を言ってんだお前は。信じるか信じないかはホムラ次第です。あなた、あなた、だから意味わかんねえし。これ何、これなんていう、
これノートパソコン。ノートパソコンじゃないかもしれない。いや、なんか信じないか、せーの、せーの、信じるか信じないかは、ホムラ次第です。じゃあこれはこれ電話だよ、これ。これ電話なんだ。疑いの余地なし。うん、そして正面電話。普通に電話。うん、これはバスケット。バスケット知らないの？これは何なの？これ椅子じゃないかもしれない。あ、これは何なんだよ、その判定は。小村くん急に物の名前忘れちゃったんだね。うるせえな。かわいそうに。行くぞ、早く行くぞ。かわいそうに。ダリダリダリ。どこに行くの？お前が一番記憶なくなっとるやん。あ、忘れ物取りに行くのか。そうだ、山奥に。やだよ、本当にやだ。だって怖いもん。うるさいな。うるさいや。あ、ちなみに今日遠いから俺運転してるからね。おー、ドライブさん。違う、バカ。ダボババが来たらさ。あ、そうだ、車乗ってたら追い抜かれちゃう。はい、じゃあ行きますよ。ねえ、ダボババだって。何もう。で、その車で抜かれたらタボババに殺されるよ、それ。いや、車でだから抜かれるわけないじゃん、人間にさ。いやいや、抜かれるなって140キロだよ。そうだよ。大谷翔平の方が早いじゃん。まあ、それは球の速度だけど。何言ってんの、あいつ。早く行こうぜ。怖くない？怖い。怖いね、ちょっとでも。タボババが怖いなと思った人は皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。怖い。それとみんなが知ってる都市伝説コメントに書いてね。教えてくれ。言ってね。あ、ホムラいなくなったから帰るか。帰る？聞こえてるよ。怖い妖怪ホムラだ。うるせえな。お前だけトランクに入れるぞ。怖っ、物騒。怖っ。車なんてあんの？うん、俺置いてるよ。車あったっけ。借りてきたんだ。借りてきたんだ。そう、はい、乗って。怖い。行くよ。いや、わー、出発進行。うわー、すごい。待って、これ車線違くない？あ、そっか、危ない。ねえ、お前バカやめて、怖い。知識がないよ。免許取り立てだからさ。ねえ、本当に行くの？ターボババア取ってきたらどうすんだよ。大丈夫、そんないないから。ねえ、怖いって言って。行くよ。誰か助けて。危ない。よし、死ね。いや、もうこの道細すぎるって。反対側から車来たらもう無理だよこれ。そうだね。気をつけてね。うるさい。何？お前揺らすな、バカ。危ねえな。止まって。何？怖い。何、どうしたの？なんかすごい勢いでさ、ピュンって通ってったよ。なんか何が？鳥じゃないの？鳥こんな低空飛行するわけないだろ。低空飛行する鳥だっているだろ。なんでここです？じゃ、鳥じゃなかったよ。でも形が落ち葉みたいな感じじゃない？違う、なんかね、白い髪生えた人型のやつだった。これじゃん。違うだろ。これだ。ね、あれじゃない？さっき言ってたさ、ターボババアじゃないのこれ。いや、いないって。え、いたって今。通ったよ。いない。通ったって。でも見なかったっすな、今全然。誰も見てないよね、サンド以外。サンド、間違えたんじゃない？俺、運転に集中してたからな。木かな？行くぞ。木と見間違えたんかな？俺、行くぞ。見間違えたんだよ。お前、隣乗るなよ。いいじゃん、別に。狭いんだから。俺、後ろなら。ねえ、いたって、絶対。いないよ。いるって。怖いよ、ターボババ。これ、やばい。ほら、もう、ここ、トンネル。怖い。スピード全開で行くぞ。このトンネル、ちょっと怖いよね。レッツゴー。今から気をつけてね。オッケー。ごめん。待って、燃料切れた。ねえ、なんか今通ったでしょ。今通った。見えた。通ってないよ、俺後ろ向いてたよ。え、待って、何これ、何？燃料切れたって。はぁ、このクソ車。おい、やめろよお前。レンタカーなんだから。なんでこんなところで止まるんだよ。トンネルの真ん中でよ、クソ車。おい、だからやめろってお前。ね、どうすんの？ね、どうすんの？どうすんの？もう死ぬんだ。死なないよ。大丈夫。ねえ、ダボババもいるしさ。そうだよ、俺の声ちゃったよ。ないよ。気のせい。気のせいでいたって。ちょっと俺見てないもん。後ろ向いた瞬間に出たっていうの？そう、だから車の横ビュンって通ってたんだって。見てないもん。いなかったけどな。いたって。
え、ちょっと町あったんならさ、あれ行こうよ。ちょっとガソリンとかさ、ガソリン探しに行く。ガソリン探しに行こう。まあそうだね、だって廃校まだ先だし。まだ先なの？もう、うんうね、え、帰るよ。え、それ全然先だよ。なんでガソリン入れてこないんだよ、お前。いや、ちょっと忘れてた、楽しくなっちゃってあは、帰ったが。壊すか。バカ、もうやめろ、もうレンタカーなんだって。これ俺の車じゃねえんだよ。なんだよ、もうね、早く帰りたい、俺もういい。いや、なんで変なバーサーいるし。探さないと。でもサンド、あれでお前これ歩いて帰るんだよ、そしたら。もう歩いて、いやでもダメだ、タボババアいるわ。一緒に行くか帰るかのどっちかだよ。もう最悪だよ、マジで。これ人いるかな、ここ。どうだろうね。ここも廃村なんじゃないの。確かに、だって山奥だよ、ここもここで。もうないんじゃない。でもここやっぱ誰もいなくない？いないね。間違いないからな。ガソスターありますか？すいません。人いないだろ多分。誰かいませんか？誰もいないじゃん。あれ家の中も空っぽだ。てかなんか蜘蛛の巣とかあるよ。古いのかな。普通に人いないんじゃないの？もう長いことこの村には誰もいないとかなのかな。不気味だー。うるさいな。もうでもガソリン探してさ。あるかな。やろうよ。どっかにあるかな。船があるってことはさ、あるんじゃない？そういう船のエンジンに使うガソリンみたいなやつが。船の燃料。あるかも確かに。同じなのかな。ねえ、なんでこんなことになってんだよ。どうすんの？熊とか出てきたら熊。あ、でも熊は死んだふりダメだよ。そうなの。うん、戦わないと。戦うの？負けるでしょ。戦って、あの相手を逃がす。まあじゃあ熊出てきたらホムラに任せよ。全力で逃げよう。俺も挑むから。シュッシュッ。男ぜ。何なんだよ。全力で任せよ。やろうぜ。ないかなぁ。どっか入れる家で、あさって見る？あ、確かにないかも。そうだね、あさって。あ、あれ、あれ、誰かいるよ。ん？あ、違いまして。え、ね、待って、ねえ、今誰かいた？通り過ぎたよね。ねえ、あいつだよ、車の横通ってったの。そうだ。ねえ、さっきのターボババアの話、こいつ知らないじゃん、そういえば。ああ、知らないね、確かに。さっきから言って都市伝説でしょ。ね、あの、140キロで走るババアがいんのよ。で、そいつに追い抜かれると魂を抜かれるっていう。そういう都市伝説。都市伝説でしょ。でもいるじゃん、車で抜かれたよ、だってさっき。そう、見たんだって。でも、抜かれたとしてもまだ俺ら魂は抜かれてないやん。今から抜かれる。え？今から抜かれるのかもしれないじゃん。ほら。あ、いるいる。あちゃ。ほんとはいる。え？どこ？ほら、あそこの奥だよ。今いたよ。見えないよ。あれ？今いたのに、さっきあっちの方。え、どこ行った？え、じゃあ早くさ、ガソリン探そう、早く。そう、ガソリン探そう。手分けして探す。もう、不気味だよ。だって、包丁持ってたよ。てか、足早すぎだろ、おばあちゃんなのに。そうだ、だから言ってんじゃん。あれ、ターボババアだって。そう、あれがターボババアか。なんでお前だけパッとしてないんだよ。いや、だって俺まだ見てないんだって。じゃあ、お前そこにいろよ、一人で。そうだよ。やだよ、だってみんながビビってんのにさ。いいじゃん、怖くねえんだろ、パンチして倒すんだろ、倒せよ。いや、それクマの話な。クマより怖えよ、あいつ。いや、どうせドッキリなんじゃないの、三人の。ほら、後ろ。後ろ。見えない、どこ？ほら、いた。もう、いや、探そう。見送れちゃった。あ、ほら、いる。うわ、本当だ。わあ、いる。あれ？そうだって。いるじゃん。なんか虫みたいな早いじゃん、あいつ。だ、言ってんじゃん、早いって。もう、びっくりした。早く探そう。急げ。早く。マジで抜かれちゃう、早く。お、早くしろって。みんな早くしてんだよ。何してんの？早く。なんでお前こっち来んだよ。うるせえな。いいだろ、別に同じとこだったとしても。やだ。あ、いる。後ろ今いた。どこにいた？今真後ろにいた。サンドラ、あっちあっち。あ、気づかれてない？もう瞬間移動してるみたいな速さだよ、あいつ。あいつ足速すぎて制御できてないじゃん。じゃあ制御してるんだよ、あれ。だってもっと速かったもん、さっき。あ、そういうこと？早く探さないと。ガソリン探そう。あ、待って。車のガソリン1個あった。え？お、あった？あったよ。まあじゃあ、ね、もう帰り道分もさ、いっぱい集めないと。じゃああるやん。村にある。この大きさだともうちょっと必要じゃない？うん、もっと必要だよ。あと何個か集めよう。どこ？あ、いるいる。怖い、あいつ。こっち見てる。こっち見てる。来てる。普通に来てるじゃん。ちょっと。お前、こっち来んなよ。おい、あなんで同じとこ入ってくんだよ。いや、サンドがいたんだもん、今。来るなよ。ねえ、あいつ、あ、捕まったら知ってる？足ちぎられるよ、あいつに。ああそうだ。そうだった。やばい、サンドやばい。
ごめんなさい。もうやだ、こっち逃げる、こっち逃げる。うわ、切る。やっていきますよ、まだ。もう悪いことしません。もうってなんだよ。もう悪いことしてたの。もうホムラの財布からお金取ったりしません。また取ってんかよ、お前。取ってるんだ。なんでこの家の中何もねえ。なんかそう、何もない家ばっかりなんだけど。なんかパン工場みたいな。小麦が、うわー、ババアだ、ババアがいる。お前普通に口悪いやつになってる。だってターボババアだもん、あいつババア。ねえ、ちょっと早くガソリン探そう。そうだね。あ、どこにあるのガソリン。うわっ、うわっ、来るな来るな、パンチパンチパンチ、届くの。痛い。え、切られた。水の中入れば大丈夫だろう。助けて。あ、水の中だとするぞ。水は、あ、待って、ガソリンあった。痛い、痛い、痛い、来てる。痛い。ねえ、待って、しかもさ、何しろ、やばい、おばあちゃん、ビプルプルしながら、泳いでるよ。息継ぎしてる。逃げて、息継ぎ早い、こいつ。うわぁ、ダメージ回復しない。あー、いって、うわ、俺も殴られた。痛い。ねえ、これさ、あいつの持ってる特殊なナイフで攻撃されたけどさ、体力が回復しないんだよ。どこでしょ、やばい。一部が引きちぎられてんじゃないの、これ。殴られ続けたら死んじゃうじゃない。そうで、死ぬよ、本当に死ぬよ、これ。やだ、死に、こんなとこで死にたくねえよ。本当だよ。ホムラのせいだ。俺のせいじゃねえよ、依頼主に。お前のせいだろうかよ。なんで俺のせいなんだよ。車、キャー、キャー、いや、車キャーじゃねえよ。サード追われてる。ね、ユンちゃん、俺についてこないで。お願い、助けてよ。やだよ、ぶん殴って逃げるぞ、俺。ね、ガソリンでも見つけて、俺1個。どうする？今何個？ 2 個。何個必要なの？3つぐらい必要なんじゃない？ 3つもいるの？人数分で集めようぜ。やばい、追いかけられてる。ゼロくん頑張れ。こっち来て、こっち。ユンちゃんの置いてる、ユンちゃんの置いてる。やめてください、やめてください。待って、悪いかもしれない。あ、ガソリン！あった！よし、ガソリン見っけ。ユンちゃん逃げといてね。これ、ホムラくんが飲んだらどうなんの、このガソリン。俺が飲んだら、うん、もうターボがバイになる。ターボホムラなれるんじゃない？ターボホムラなるわけねえだろ。え、ね、おばあちゃん、ガソリン飲みすぎてああなったの？絶対違うよ。撃ってる、こっち来てる。化け物だ、え？こっち来てる。痛い、めっちゃ強いぞ、あいつ。うわぁ、うわ、来るな、やばい、いる、サンド逃げて。痛い、ね、待って、やばい、だいぶ切られたよ、俺。僕もやばい、もう半分ぐらいしかない。またどっか行っちゃった。ね、あいつ絶対切るの楽しんでるって。サイコパスババアだ、ゆんちゃんまで。よし、よし、逃げ帰ってきた。何？お前なんで隠れてんだよ。いや、隠れるよ、そんな襲われたら嫌じゃん。痛い、やばい、体力半分もない、もう。やばい、死んじゃう。サンド大丈夫か？大丈夫じゃない。てかさ、ね、早く探してよ、ユンちゃん隠れてないで。探す、いった、やば、小づかれた、いた、え、ここいる、はやー。わー、この家大きいな、この家見て。お前観光してんじゃねえぞ、この野郎。この家大きいなじゃねえよ、お前。この家大きいなじゃねえんだよ。これ、おーい、はい、ガソリンゲットしました。ナイス、おー、ナイス。よし、ユンちゃん早く見つけて。そうだ、ユンちゃんも見つけないと帰れないよ。そうだよ。どこにあるの？あれ、探してんだよ。いや、知らねえよ。でも、もう体力がないよ。あ、うん、後ろ、やる、サド、後ろ、いる、助けて、ちょっと待って、逃げる、マジ逃げる、ごめんなさい。ゼル助けて、ゼル、俺後ろ来てるかな。どっか、いて、あ、足くじってダメージ受けた、痛い。どっか、助けて。でも、巻いた。どこにいるか分かんない。ゼアル君の近くにいたよ。その家付近にいるかも。気をつけて。わ、離れよ。ガソリンどこ？え、待って、この大きな家なんか。まだ大きな家探してんか、お前。違う、大きな家に上に行ける場所があったから、今ブロック積んで登ってみたんだけど、行けそうな、ありそうな場所がある、ここに。どうせねえよ、お前。ないだろ。探せよ。でも俺、いいもの見つけたよ。卵。これぶつけてやればいいんだ。で、待って、ゼアルが死にかけてる。卵見つけてる間に3度。来いよ。お、すごい。ゼアルうまい。行けばいいぞ。あ、待って、人が。壊せる。ゼアル、やばい。逃げろ。ゼアル、こいつ。まあ、あそこいる。ゼアルくん逃げて。一瞬で壁破壊してたよ。本当だ。あいつ腕力もやばいよ。ゼアルが追っかけられてるぞ。ゼアル、逃げろ。もうそこ無理だ。こっちから行こう。おめえ、バカ、こっち来んなよ。危ない。やめろ、バカ、お前。あいつ楽しんでるやっぱり。あ、待って、車のガソリンあったよ。あった？え、
あった？大きな家の一番上にあった。大きな家また行ってんのかよお前。だあったった。いつは行ってんの大きな家。しかも人の頭もある。は？怖っ。いやすごい、なんか全然すごくね、早く逃げるぞ。なんで感染してるんだ？よし。待って、うるるるる、来た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 、本当に。みんなどこ行った？みんなどこ？どこだっけ？どっから来たの俺ら？どこで来た？もう5個あるの？もう5個あるよ。5個見つけたよ。逃げようじゃ。ここみんなここだここ。なあ。痛い痛い痛い。こっちね。待って目の前通った。いるいるいる。早く早く。マントさんどこ？ちょっと俺死んじゃうから。死んじゃうから怖いよ怖いよ。私もあって。行ってる行ってる、サンド危ない。待て。どこにいた？まあ。車の方行ったよ。やべえやべえ、どうすんのこれ。車乗ってる車乗ってる。いや違う、車の前で止めようとしてんだあれ。やば。どうする？どうする？卵ぶつけよ。卵。そうする。卵で。変身する変身。奥にやって。あれいない？え？おや。いなくなってる。あ。ねゼロに当たってるって。うそ。うわ。やだやだ。早く早く。入れて。ガソリンみんなに入れてみんなに入れて早く早く。前から来てる。だ。どこだ。やばい。やばい。早く早く、もうしない、しない、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、早く逃げろ、早く、車なくなった、逃げろ、やー、助けて、あー、うわー、走って逃げろ、痛い。依頼質問返信コーナーパンチ。なんでだよ、殴りたくない。なんでだと、なんでだと、うるせえな。質問です。なんでよろずやって言うんですか。だっておー、おー、いい質問ですね。いい質問。確かに答えてなかった今まで。言ってなかったね。うん、自分たちでは決めてたけど。部長じゃないここは。あ、私ですか。ビシッと言ったかな。ビシッ。違うよ、理由を説明する。ああ、そういうことか。ビシッと言ってもらおう。ビシッと言ってもらおうって言われたから。ビシッとでしょ。ビシッと。そういうことじゃねえよ。言ってよ。まあ、あのよろずやっていうお店があるのは知ってますか皆さん。ああ、ありますね。まあ、もうそれ言っちゃったらもうそれ全てなんだけどね。うん、何でもやるって、何でも売ってるっていうのがそういうお店があるんですよ。八百屋さんとかであるのかな。で、そこの何でもするっていう意味を込めてつけました。なるほど。まあ俺たち何でもやってるからね、依頼はね。うん、そうだね。何でも依頼を受け付けてるから。そうっていうので、この名前になってます。どう、かっこよくない？かっこいいわねだろ。で、あとちなみにファンマークがですね、飴なんですよ僕たち。そうですね。チームの箱押ししてくれる人は、はい、名前の横にですね、この飴をつけてくれたら、あー、嬉しいなー、応援してくれてるんだーってなります。なので皆さん、この飴をですね、名前の横とかね、ツイッターの今 X か X の横とかね、名前の横につけてくれたらすごい嬉しいですよね。嬉しいです。あ、嬉しい、嬉しい。よろしくお願いします。ちなみになんでこれ飴になったかわかる？これにも意味があるんですよ。何？え、美味しいからじゃないの？溶けてなくなっちゃうじゃん飴って。うん、だからなくなる前まで応援してねっていう。押せる時に押しとけ。そう。今無理やり作ったな。そんな意味があったのか。そうだよ。え、でも飽きたら終わりってこと？だから飽きないように味が変わるペロペロキャンディーにしてるわけですよ。なるほど。ゴリ押しだ。なんとかごまかせた。絶対ないだろ。何これ。いや、ごまかせてねえよ。でもこれ意味的には、これ飴の下りは後付けだけど、チーム名はね、そういう意味も一応こもっていますのでね、皆さんそれも含めて応援お願いします。お願いします。よろしくね。みんな登録してね、ちゃんと学校の子にも共有するんだよ。それはマジでよろしく。じゃあ最後に、せーの、ホムラにパンチ。なんでだよ。おつやじゃないんか。うん、違う、おつつや。それもねえわ。